最後まで見てくれてありがとうございます。裾上げをしてみて気づいたことは、糸をほどきすぎるので少し手前でやめておけばよかったのと、裾が広がって見えるので今度裾を細くします。あとチャンネル登録してくれたら嬉しいです。次回動画もよろしくお願いします。針で怪我をしないでください。